水子供養かな、はい、神社やな。こっちから見たらすごいっすね。うん、やめて、それは怖いって。女の人や。何なんさっきから、このさっきからもうずっとこれなんだけど、さっきの写真もこれなってんねん。稲荷神社が強烈すぎて近づけない霊がいる。はい、こういう山道を登っていく感じです。はい、ナンバーワンスポットではないんですけど、はい、もう岡山ではもう絶対名の上がる心霊スポット、キューピーの館って名前ポッキーって来た。いきなりすぎる。ちょっと怖ない、このインパクト。俺もうちょっと先の予定やったんやけど、たまたまライト照らした先に椅子に座ってる人形。うーわ、あれちょっと一人で歩いとったらこれ無理ちゃう。めっちゃやばいですねこれな。あ、いきなり目に映ったら怖いな。お化け屋敷とかに置いてあるやつです。そうやな、本当にめっちゃやばい。やばいじゃない、はい、でぶっちゃけね、はい、もう人によっては全然やばくないっていう人もおるんですね、はいはい、ただの人形がいっぱい置かれてるからそういう風に見えるだけみたいな、はいはいはい、でもすでになんかもう嫌な感じもしてるんですよね。入るんですけど、ぬいぐるみもポトって落ちてますね。そうな、落ちてるも、これも人形で、はい、ここにも人形がもう積み上げられてるんですよね。失礼します。でこの時に踏んであかんだよ、おそらくこれな、あの神社の、はい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 、うん、人形とかも、人形ってな、魂宿ってるからな、はい、本来は触りたくないんやけど、ここ踏んじゃうからちょっと移動させるわ。はっきりしたことが一つあって、はい、今カメラで若干それモザイクかかっちゃうと思うねんけど、人形、はい、後ろに名前書いてんねんな、あと生年月日かな。噂ではここがまあ水子供養かな、はい、神社やな。なのでもうこれではっきりしましたね。これもここにいっぱいあるから、ここに置いとくか。そういうやつやろ。はい、もうこの吊り下げられ方が、そうやな、なんかこの燃えたのかなっていうぐらい真っ黒になってる顔とか、いや何よりの問題が、あの去年にね、あ、はい、っていうかもう絶対そうでしょこれ。うん、神社確定っていう感じですね。なんかこれ以上上にはもうちょっと入ることはできん。こっちはな、はい、でこっち側は今っぽい感じの、こっちは多分人が立ち寄れるところだからこっちは入っていいと思う。で何よりその岡山、まあ僕たち去年も来てて、はい、ここにはまあ結局時間の関係で来ることはできなかったんですけど、はい、肺納骨堂な、はいはい、うん、に行った時も、まあ、ちょっと悲しい気持ちになったというか、骨壺が地面にな割れて、まあ、中身が散乱してて、もうそれとなんかそれがもうフラッシュバックしたというか、水子供養であればよくこのまま放置していったよねっていう、そうですね、うん、それが一番初めに出てくる印象やな。何よりこの人形の数がもうすごくて、あ、これあれやな、最近お供えされてるな。そうですね、だこうなった今も通われてる人がおるっていうことやな、まあ、確かに。でもね、ここで何も感じないっていうことは僕はないと思うんですよね。やっぱりこの入る瞬間にゾワッとしたっていうのも、やっぱこの人形の数見たらもう分かる通り、これがもしもそういったなんていうんかな、まあ、神社じゃなかっても、はい、やっぱ人形がこれだけ捨てられてあったら、もともとやっぱ持ち主がおるわけで、はい、だからやっぱりいろんなな魂がここには宿ってるんかなっていう感じはするから、まあ、ここで声が聞こえたりとか何か人のようなあれがあったとしても、まあ、おかしくはない場所やな。まあ、少なからず心霊スポットって言われても仕方ないんかなって思ってしまいます、はい、うん、こんだけ人形落ちてるんやもん。うわー、こっちから見たらすごいっすね。うん、初めはやっぱびっくりするわ。そうですね、うん、何体ぐらいあるんですかね。だろうな、まあ、でもちっちゃいのもまして100体を超えてるかな。そうですね、うん、あとここにほらこっち側に捨てられてあるけど賽銭箱もあり、はい、
水子供養のお寺だったのかなって感じですね。このままなくなっていくんやろな。いきなり現れるか。びっくりしたな。まあ、インパクトはすごいよね。すごいすごい。で、真横がもう池やからさ。はい。うん。場所も場所って感じだな。はい。条件揃ってますね。揃ってるな。さすがにここは。いきなり現れるか。びっくりしたわ、はじめ。まあ、そんなもんじゃないですか。はい。はい。この、休憩の館、恐怖レベルどれぐらいですか。3かな。3。うん。まあ見た目のインパクトぐらいかな。はい。あとちょっとこれ以上踏み込めない場所というか。はい。はい。次行きましょう。行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。旧富トンネルに来ております。うん、でここなんですけど、このトンネルのすぐ近くで事件があったと言われてます。近くでな。はい。でそれがまたあのトンネルに寄ってきてるんじゃないかっていう。はい。これ今トンネルについてるんですか。はい、トンネルですね。今？はい。この場所が？この場所はトンネルです。でも、みんな見えてる映像って壁じゃない？壁にあれでしょ？壁にあれです。でもこれトンネルについてるんですか？はい。ちょっと下がっていってください。封鎖されてます。はい。しかもこれね、もうほんまにここに来てる人気合いやなって思うんですけど、どないかしてここをよじ登ってここから入るっていう、もうええやん、ここまで来たらもう諦めようよ。まあこの真横に新トンネルが通ってるんですよね。はい。よくあるパターンのあのその横に、もともと旧道路があって、はい、このホッポの時なんかすっごい揺れてるの。の何これ、虫ってぐらいめちゃめちゃ揺れてるわ。でもこれね、横にもこのフェンスちょっと見えてるの分かります？はいはいはい。このフェンスの横から入れんじゃんと思ってこう見るでしょ。めっちゃ綺麗にこのコンクリート流れてるんですよ。思ってたのと違うと思うんですけど。あこれフェンスの上からそうですね、コンクリート流して危険やから入るなよって、はい、そういうやつです。まあ、ちょっと中見ることできなくて、まあ、もしかしたら反対側から入れるようになってるのかもしれへんけど、いっかな。はい。だって近くであったっていうあれでしょ。はい。だいたいそういう時に何もないんですよ。ここの恐怖レベルどれぐらいですか。うん、ゼロっすね。ゼロで。いや、あそこは泣いてるし、ここなんかめっちゃ揺れてるし、ゼロで。ゼロで。はい、はい。お疲れ様です。はい。スサノオ神社に来ております。はい。でこちらなんですけど、特になんか大きい事件とか、うん、そういったことはないんですけど、うん、ここに入るとものすごく圧迫感があるという、そういった現象が起きるということなので、もうとにかくやばい、もう霊感あるとかないとか関係なく、もうそんな次元じゃないんですって言ってたな。はい。うん、夜の神社はもうどこも怖いから。そうですね。うん、よくないから。お願いします。お願いします。階段の上まで上がってしまったら全然そんなことないんやけど、はい、それまでの道のりがしんどいと。はい。まさにこの辺なんやろな。めちゃめちゃ立派で綺麗にされてますけどね。ほんまに立派。めっちゃ住宅が。スサノオって何なんすか。スサノオは、海の神でしたね、確か。アマテラスオオミカミとツクヨミとスサノオオでした、確か。何でも知ってんだ。何やそれ。アマテラスは聞いたことあるけど、俺アマテラス知ったのモンスターやから。あー。僕モンスターしたことないですよ。あー、ほんま。モンスターせ、もっと。ゲームさせ。稲荷神社やろ。はい。ねえ、おるわ。ここどこ。めっちゃ、ちょっとなんか。やめて、それは怖いって。めっちゃ怖いっすよ。めっちゃ怖いやんな。めっちゃ怖かった。ちょっと待って。女の人や、どっちゃって。多分やけど、今家映ってると思うんですけど、なんか人がこっち見てる感じもないし、窓から誰も覗いてないやんか。はい。
女の人の声やって今のは。なんか俺一瞬やけどパッて思ったのが、リスナーさん近くまで来てビビらしてるんかなって思ったけど、はいはいはい、いや俺変よなこんなとこにと思って。とんでもなくはっきり聞こえましたからね。なあ今のは怖いわ、普通に怖いって。ああ、はいはいはい、みたいな。何て危なげたさっきの、普通にちょっと怖かったもんな。はえってなりました。なあなんかあんの鳥、俺あえてくぐってけへんかったんやんか、はい、ちゃんとくぐらんかったから。こんなはずじゃなかったよ、もうサクッと終わるはずやけん。怖いわ。ほんとくぐらしてもらいます。すいません、失礼しました。こっち側から今日だよな。はい、出ましょう。はい、行きましょう。なんか俺この辺から聞こえた気がすんねんな。もうあの声結構長かったからさ、はい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 、もうその声が続けば続くほどもう鳥肌がズワーってなったわ。この辺やったよな。一応写真撮っとこう。なんなんさっきから、このさっきからもうずっとこれなんだけど。え、さっきの写真もこれなってんねん。ちょっと今見られへんけどさ、あれしかもレンズで先吹いてたら見てやる、はい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 、ほら、何これ、何これ。だから指の反射じゃないですか。指ないよ、見ときゃカメラここやで。はい、ほら、なんか顔みたいには見えへん。え、ちょっと本当じゃない。しかもなんかちょうどふざけて言うてるんじゃなくて、もしもその階段上がってもうたらもうそんなことはないけど、はい、そこまでが怖いよっていうのが、まあ、ちょうどまあこの辺なわけやんか。はい、でさ、この辺から声聞こえて、はい、今もこの辺でこんなんなってるわけやんか。ガチやったんかな。ちょっと怖いわ。稲荷神社が強烈すぎて近づけない霊がいる。この恐怖レベルどれぐらいですか。7っすね。7。もう何者かの声ですね。間違いなく動物じゃない、女の人やろ。めっちゃ怖かった。あとなんかカメラバグってるし。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。旧うどまり随道に来ております。通称カラストンネル。はい。バカでかいカタツムリなんで、めっちゃでかない。何があったんですか。はい。その状態ですか。うん、ここですね、あの近くで事件があったと言われてます。されたのが女性なんですけど、その女性がこのトンネル内をさまよってるのではないかなと言われてますね。まあ、近くでね。はい。ただめっちゃ薄気味悪いですね。そうですね。うどまり随道、はい、ここも有名スポットの一つですね。はい、まだ未だに使われてるトンネル。はい、まあ、めったに人が来ないトンネルですけど。はい、あ、そうなんや。はい、一応まだ使われてます。あんま人来てへん。あ、でもなんか雰囲気にしたんでめっちゃ怖いな。何やろな、いつも行くトンネルよりちょっと気味かな。全国はあれな、心霊スポットって言われるとこ多いな。そうですね。こんな進めること言うたらあかんかもしれんけどさ、はい、みんなに見てもらってる心霊系代表として言わせてもらいます。はい、でも同じ業種の人にちょっと怒られるかもしれへんねんけど、はい、言い出したらきりないねんな。ですね。だってしかしでなんか事件があった、はい、トンネル関係ない。関係ないっす。理屈はちゃんとありますよね。はい、トンネル内に飛び寄せるというか、このトンネルの作りに例があるというのがありますけど、言い出したらきりないね。お月さん、そろそろリスナーさんもパッたまたま空見上げて月とかがこうやって見えるとさ、絶対にもうこの心の中か口に自然に今宵も月が綺麗やな、さあ出発や、多分出てきてるはず。出てきてますね。いい加減出てきてます。確実に出てきますね。うん、さあ怪奇現象特に起きてないし、必殺のあれやるか。はい、最近なんかこの暗闇根性試しというかそんな感じでまあスタートしたんですけど、真っ暗でトンネルなんか歩いていくと不思議とねあるんすよね、現象が。まあ、これちょっと前ぐらいから始めて、まあ、4回目ぐらいやねんけど、はい、前回行った何て言うかな、なんか読み方忘れたトンネル、はい、あの時も暗闇の中であの女の人が近づいてきてるっていうのが分かったから、
レイももしかしたら明るいのが苦手かもしれへんし、いろんな検証していかないといけないと。こういうのがレイが苦手とか、湿気が好きとか、水辺がどうとか、こういうのもレイと話した人がまあいるんでしょうけど、検証してみないことには分かんないですから、はい、今僕の中で暗闇チャレンジっていうのが何かあるんちゃうかなって思うので、はい、この暗闇の中を歩いていきたいと思います。で今日はありがたいことにですね、お月さんがすごい明るいので、はい、出口はまあ見えると思うので、まっすぐ歩いていきたいなと思います。では消灯。このまま暗闇の中に出ていくんだけど、瞬間だけがちょっと見えない。まだギリ周りにいます。あ、そう、何も見えない。向こうモニター見せたら見えなくなりますか。あ、モニター押しちゃった。あ、モニター押しちゃったら普通に見えます。あ、そう、絶対伸びやる。こんにちは。今暗くしてますんで、もしよかったら体に触れるか、話しかけてもらうかしてもらえませんか。僕たち暗くて何も見えないので、ちょっと安心して何かしてもらえると。もし何か怪奇現象があっても電気つけないんで、何かしてください。もう一度いいですか。一瞬やけど女の人の声聞こえた気がした。けど不思議だな、はい、暗い闇の中でなんか人の気配も何もないからおらんのかな。気のせいかな。この子男だってめっちゃ見えるんだね。はっはっきり見える。はっ、普通に人の気とかだったらなんかしてくれるのかな。何で暗闇の時だけいろいろ感じるかちょっと分かった気がする。マジで目見えへんから耳とかに多分めっちゃ集中するやんな。目って一番なんか大事な気がするやん、はいはいはい、見ながら目がない分いろんななんかことが集中できる。ここってどんな人が出るとかそんなないの。女性の霊あて書いてんの。はい、一応噂では。あった。はい、もうあるとした女の人やわ。今またちょっと聞こえた。それカメラ車の中映るの。車は一応映ります。運転席もさ、ヘッドレストのちょうど後ろを人を放ってこっち見てるように見えへん。左側のまずヘッドレスト見える、はあはあ、あれがあの大きさやね。右側のだけめっちゃ大きく頭っぽく見えへん。そういうふうに見えるだけなら話しないけどな。まず恐怖レベル言っとくと、はい、まあ、2っすね、まあ、大体この暗闇の時っていうのは何かしら聞こえなくても感じるものとかあったりするんですけど、ここに関しては結構無でした。ただなんかうっすらですけど女の人の声がちょっと2回ほど聞こえた気がしましたね。反響でそういう風に聞こえただけかもしれないですけど2ですね、はい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、旭川ダムに来ております。はい、でこちらですね、はい、このダムを建設する際に30人の方が亡くなっていると言われてます。めっちゃ多いよな。はい、初めてかも。あとそれと有名な話があって、家族4人を乗せた乗用車がそのままダムに転落して一家全員したみたいです。マジ。はい、まあどうやって転落したかはちょっと分かんないんですけど、まあ、事故で亡くなったみたいですね。でそれ以来男性の声がずっと聞こえると男性の霊を見たという証言があります。オープニング早々言うとくことが一つありまして、はい、まあ、パッとちょっと一回映してもらって、まあ、こんな感じの長い感じのダムなんですよね。はい、僕いつもこのダムに着いたら車で一旦向こう側どうなってるかなっていうのを見に行くんですけど、はい、いると思います。すごいあのね、あ、おるなっていう感じしましたね。早速行きましょうか。はい、にしてもちょっと珍しいダムだなこれ。そうですね、すごい綺麗というか、めっちゃ綺麗ですね。広いというか、なんていうか、今まで行った感じのダムとはまた違うな。はい、トンネルじゃないけど、あれ何やったなんか、気持ち悪い。
めっちゃ下の方からなんか甲高い位置の声みたいな声なんだけど、女の人なんかね、男の人なんだね。男やったとしたら声が高すぎるな。なんか、ねえみたいな。マジですか。それに反応してなんかって言ったかな。いやいや、え、ちゃうの、はい、俺下の方から聞こえたのちょっと初なんやけど、ダムでねえやったと思う。ダムで下から聞こえてくるのちょっと嫌やな。ここに来て初めて鳥肌立ったわ。まあいつもながらですけど、この高さはすごい高いんで一発ですよ。あそこからな、はい、奥の方から聞こえたから、まあ、半分より向こう側へ。なんかあれやったのかな、一発目にオルガって感じたあれって、さっきのねえって声がなんか関係してるのかな。ダムの下からっすもんね。それがちょっとな、不気味やな。どうもなんかほんまに手前側のこの変なやな。女性の声ですかね。まあ女の人の声っぽかったな。ここも一応男性の例やろ。はい、うん、女の人の声っぽかったな。ディエゴみたいな感じで、はいはいはい、大きい声出したら声高い男の人おるやん、はいはいはい、そうかもせえへんけどな。でもどうもちょっと男の人っぽくはなかったな。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、穂高トンネルに来ております。はい、はい、でこちらなんですけど、うん、玉の市側からトンネルに入ると、うん、幽霊がフロントガラスを叩いてくるという心霊体験。なるほど、はい、玉の市の方から、はい、っていうことは今僕がおる場所が玉の市、はい、ってことはここや。じゃあ早速、はい、フロントガラスに霊が降ってくる。フロントガラスを叩いてくるとか。叩いてくる。顔が映るとか、そんな感じですね。じゃあ早速突入しましょう。はい、はい、まあ、普通のトンネルですね。そうですね。フロントガラス叩いてくるってさ、こうやって車運転してるやん。もうエンジン音うるさくて全然聞こえへんやん。こんな音やったら聞こえんな。あ、もしかしたらこの今対向車来てるやんか、はい、これに反射してフロントガラスに顔が映るかもしれない。あ、ほら、なんもなかったやろ。特にないですね。ここだけ言うていいですか、はい、見えるか分からへんけどここ墓地やわ、まあ、こっち側かもしれないんで、はい、墓地やったんでね。分かりました。まあ、ここ一応心霊スポットとしてフロントガラスを叩かれたり顔が反射したりすると。じゃあ僕が言います、はい、ここは普通のトンネルです。はい、はい、ダラシメホラーチャンネル。ダラシメホラーチャンネル全世界に流れるんだよこれ流してくれるんですか。流れますよ。やった、嬉しい。デビュー戦や。じゃあ行きましょう。せーの、だらしめんホラーチャンネル。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 よろしめオランタンネル。そうです。え、ここって終わり、終わりじゃねえ、終わりじゃ。せーの、だらしめオランチャンネル。できた、ありがとうございます。すごい。だらしめオランチャンネル。だらしめオランチャンネル。めっちゃ息子さん緊張してますよね。はい、何でそんな緊張してます。会いたい人に会えたんで。会いたい人に会えた、はい、それすなわち、すなわち役者さんに会えた。なるほど、いただきました。行きましょう。だらしめんホラーチャンネル。あたーこれ YouTube 載るやで、いいよ。リハーサルなしでいいですか。はい、あ、もう一発で、はい、行きましょう。ここはどこですか。どういうこと。古城池トンネルでいいですか。あ、古城池トンネルなんですね、ここは、はい、かの有名な、はい、そこに、はい、お二人で、はい、今回、はい、何をしに来たんですか。八和さんに会いに来ました。なるほど、ということはあれをするしかないですね。はい、はい、行きましょう、はい、せーの、だらしめんホラーチャンネル。 OK です。
イエーイ楽しみイエーイイエーイ先生、岡山代表です。お願いします。そうやってみしうるさいからしえ、ちょ、いつまでいつまでですか。何も出てきませんよ。だらしめんホラーチャンネル。すでにめっちゃアップやったんですよ。高知県でナンバーワンって言ってもいいんじゃない。めっちゃ気持ち悪いね、マジで。いや、今もこれ行けるでしょ。なんならもう近くからずっと見てんじゃん。魂残ってんな。違う、マジか。誰かいらっしゃいますか。そうでしょ。揺れとってんけど。電磁波じゃエグい。めっちゃ反応してる。皆さんこんにちは、ヤカズです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県全て制覇。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で、現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。で、アカウント情報なんですけども概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。